はい、どうも皆さん、こんにちは。タツーンです。アウトラス実況、パート6ですね。やっていきたいと思います。はい。めちゃくちゃ爽やかに言っていますが、僕の内心、ぐつぐつと煮えくり返っています。まあ、何があったかというとね、もう、上層の引っ越しの音がブルーうるさい、マジ。ボン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 、ブーンってもう終わってる、マジで。よしよしよし、やっていきますか。まあ、エレベーターで落とされて、よくわからない、なんか施設みたいなのが来たね。おっとっといって、うお、何これ、世界観違うんだけど。全然違うね。雪山やんけ。地下かな、地下、相当地下に来ちゃったみたいな。うおー、血痕がすごいね。あ、思い出しました。はい、ここあれですね、管理区域でなんかオルライダーと戦って、兵士が戦って引きずり回されて えぐい。うわぁ、これがミンチになった兵士たちです。かわいそうに。やばかったね。すんごいトゥルーンって言って。はい。よしよしよし。カメラは？うおぉ。惨劇ですね。結構広めだわ。A ブロック覚えとこう。生き物出るのかな、ここ。オルライダーが追ってくるのか。すごいすごい。死体の山だ。なんもなさそうかな。うん、カメラがある。先人がいたんだ、多分。ジャーナリストがいた。ドキュメント来ました。はいはい。変異検視。患者921がほっ 921がほっ何なんだ 変換、翻訳ミスかな。ピーパティシペーシェント患者か、患者のなんかレントゲン写真。何があるんだろうね、薬品。うわー、やばい。あ、セーブ中だ。こんにちは。大丈夫。広いね、マジで。一本道なのだけが救い。なんだったったって、なんだって言うんだい。一応奥行ってみよう。血がすごいんよ。すごい。どういう死に方したらこんなことになっちゃう。こっち？え、何？あ、オルライダーだ。上がってこい。え、どういうことだ？オルライダー。オルライダー、お前、俺は他の奴らとは一味違う。やべやべやべ。やべやべ。持ってきてんのかわからん。え、マジか！それもある！小豚よ小豚、もう逃げられないよ。オルライダー助けて、オルライダー、オルライダー助けて、オルライダー助けて、ありがとう、ナイス。うへへへ、はい、ざまあ見やがれ。強い、ナイス、オルライダー。ミンチにしてくれ。最強やね。 よっ、おい。 ミンチになったわ。やったね、ついにあの小豚ちゃんと別れを告げることができた。さようなら、ありがとう、小豚ちゃん。もう一生会わないね。いやー、今思えば長かったな、あいつとの戦いも。今度はオルライダー君と鬼ごっこすることになるわけだ。こっちだよね、多分。音うるさいな。いけないんだけど。ここじゃないの？どこなんだ一体。どこなんだマジで。ああ !What the fuck? あれ、ここ？ぽいな。誰かいる。私は死ぬようだ。そう、うまくいかない。
すごい意味深な話してる。趣味悪いな。なんだよそれ。あんたの趣味が悪いことだけはわかる。彼に愛されているバカな。ビリー。なになになに。ワッチンボー。ナノハザード。顔が痛そう。人体の細胞をナノサイズの工場に変えた。すげえ、そんなことできんの。心が体を超越する。人体実験していたとね。かわいそうに。クソ野郎だな。彼を止めてくれ。生命維持装置麻酔を切る。彼が生きている間は何人たりともここから出れない。君は彼を殺さなければならない。ビリーってやつを殺せばいいの。主要研究室でビリーを見つけましょう。主要研究室。ち？あ、こっちだ。やばい、広いぜこれ。いや、でもウォルライナーに追われても全然怖くないからな、正直。正直アジンが追ってこようかな、なんも怖くない。豚野郎の方がまだ俺を楽しませてくれるって間違いないね。あー、こっちも行けるね。なになになに。明るいな。大詰めかなこれ今回で。うわー、頭取れてるよ。またビン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 いってるし。そしてすんごいな、血の海。冷蔵庫なんもないね。何も残っていないです。やばい、これ迷うね。ちょっと行った。うんきゅう。やばい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 。どうやって負けるんだあいつ。てか遅えな、持ってくるの。知らんけど。はい、 U ターン。助かって、助けて。特殊演出やん、オルライダーだけ。いきなり現れるな。これか。おい、なになに。オルライダーなら上登ってきそうで怖い。来たか。来たね。はい、偉人。うわ、めっちゃ見つかる。え、近いね。あー、やばいかも。上だ、上じゃない。え、捕まった。うわー、強いね。やるじゃねえか。いや、でもルートはちょっと分かったな。速攻割れるんだ。どこだこれ。って感じ。どこだ。やばい、わかんねえや。あ、こっちか。ん？こっちか。ここ登ると確定演出で割れないね。いやー、ハラハラさせてくれるじゃない。やるじゃない。面白くなってきたわ。いや、大丈夫大丈夫。見つかったか。やばいやばい。おい、ふざけんな。浄化してくれ。
入ってこれない俺ライダー。セーブ中。おおすごいな。早くクリアしたいよ。木山を抜けて。なんだ。やばいとこ来たぞ。Hey ビリー。Hi ビリー。Where are you?左側のサブ液タンクのバルブを閉める。ビリーじゃないこれ。ハロー、ハローメン、ビリーを、おめん。ビリーを撮影したよ。なんだっけ、なんとかを閉めましょうだよね。開かないじゃん、もう開けとけよ。そこは開けとけ。やばい、誰かいる。見逃さないよ。何こいつ。うわ、なんかやばそう。今までで一番体痛々しい。するするパントマイムでしてるわ。左に行きたいのに左に行くルートがねえ。合ってんのかな。あれこれ戻ってきてる説ある。いやないわ。あれ俺左右あれわかんねえや。合ってんの多分ここだよね。すげえ、こんな研究施設やばっ。すごいやん。なんかある。違う、ただの黄色いペン。ふざけんな、紛らわしい。超紛らわしいやん。これか違うな。あ、これだ。これでしょ。Do not turn the bulb。曲げるなって言ったけど、ゴリゴリに。第二研究室のジェネレーター。第二研究室。どこだよ、もう。使ってんの?やばい、どっから追われてるのかもわからん。第二研究室。扉閉めるのすら怖い。第二研究室。第二研究室。こっちかな?行けるようになってるかな?いや、もう無限に追われる。開いてるわ。はいはいはい、もうめんどくさい。いや急げ急げ、ここだな。セーブ中。よし、窓割れてる音。無限に追われる。マジか、一生追われるのこれ。やばいやばいやばい。フルライダーやだー。ちょい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 、すごいすごいすごい。螺旋状がすごいって。早く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 、急げ急げ急げ。来た?はいはい、もうもうもう任せてくれ任せてくれ。やばい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 。あーダメだ、そうもう 2パンで殺される。くそー、あーやば、またこのぐるぐる階段登らなきゃいけないの、めんどくせえな。オルライダー早いって。お前ここからか、親切設計。あざっす。はい、登れ。カメラつけろ。F? いいよ。やばい、まだ追われてる。必死だね、オルライダーも。おー、すごい。ここ入ってこれないのかな、オルライダー。増加装置。いいよ。どこだ?電源をすべて切ってやるよ。これか?うち。よしよしよし。よっしゃな。ビリーのライフポットの安全装置を無効にしましょう。ドキュメントあるね。ごめんな、ビリー。なぜ殺すかも、俺もよくわからない。コロラド州の、少年の夢の報告書を一読した上に、死亡可能性が高いと信じていた。ビリーは報酬と母親の教会寄付する旨が書いた実験合意書を母親。うわぁ、めちゃくちゃあいつ殺すの申し訳なくなってきたね。ごめんね、なんか、いい子ちゃん。ごめんって。だがなもう。もうどうせいいよ。君は一生そこにいる。解放してあげる、俺が。その苦痛から解放してあげるよ。あんな水槽のみたいなところでな、一生を費やすの疲れたでしょ。おー怖い。なんで、え?
許してくれる？痛い、いや、ああ、痛い、それ痛い。なんで許してくれんの？なんで許してくれる？これやばいだろうな。骨多分5本は折れたよね今。いやー、どこだ？ポットをね、ポットを消さないといけない。ビリーさん、ヘイビリー、ヘイビリー、ヘイビリー。やばい、わからん。どれだよ。やばい。あ、これかな、これだ。消えろ。来た。あー、ビリー痛がってる。ごめんごめん、ビリー。で、で、なに、こいつと連携してんのかな、ビリーとオル、あれはオルライダーは。だがもうビリーは死ぬんだ。よってお前も死ぬ。痛い、痛いよ、痛いよ、やばいよ。あー、首絞められてる。うわ、アジン、アジンごときが人間様にかなうと。うわ、痛い。あー、やばい。そろそろビリーだけど死ぬんじゃない？死んだ？死んだね。ごめんな、お前の分まで俺が生きるよ。任せてくれ。いや、大詰め感すご。新しい目標、出ていけ、出て行ってやるよ。ちょっと最後に、いやー、ラスボスぶっ倒したら、携帯経線人数の注意事項。うん、ライフポットは全ての生命システム毎日点検が必要である。麻酔薬が入ってんだね。電源を確保している。それをぶっ壊して、安全装置が作動、それをぶっ壊して、患者が即死することになる。やつら、ごめんな、俺がな、ここのな、悪事をばらまいてやるよ。そしたら君たちも報われるんじゃないだろうか。任せてください。なぜなら私はジャーナリストだから、全てを告発していく。いや、もうやばいだろうな、体バッキバキなんだろうな。こっちじゃない。もう歩かせないでくれ、きついんだ。え、こっちじゃないの本当に。いやー、楽しかったのは嘘だけど、いやだけど、まあまあまあ、なかなかに楽しませてくれたよね。じゃあな。え、待って、ルートわからんな。来た道を戻ればいいのかな。パントマイムくんまだいるよ。めちゃくちゃ見てる。え、どこだ、ルート。走れないってのがこんなにきついことなのかって今思ったよね。走るのはね、やっぱいいことだ。地面をかけていく感触。あっちかなぁ。あれ、いけ、開いてる、それ。カメラも持てるね。あ、もう指もないし、多分、肋骨とかもバキバキだし、もう、やばいぜ。もう国民栄誉賞くれ。頼む。こんなに頑張ってるジャーナリストいないぜ。痛い痛い痛い。やばい。肺に骨が刺さってるんだって。血液が、やばいよ。あー、やばい、具合が悪い、かなり具合悪い。はいはい、やばい、目がかすむ。いや、でも俺はまだ死ねない、ここじゃ死ねないんだ。今までこんなところで死んでいたまじゃない。俺は全てを告発する。うわあ、足が重い、体が重い。なんだか寒くなってきたな。もうゴールしても、あー、頑張れ主人公。そんなとこで死ぬんじゃない、まだ生きるんだ、まだやら、あー、ダメかもしれない。やばいやばいやばい。でも俺はまだ生きる、いけ、え、博士、
ちょ、違うです。え、マジかよ。なんでだよ。どうしてだよ。マジかよ、こいつら。ボルライダーはマジ、殺しとけよ、兵士。あ、マジか。宿主はお前になった。お、あー、これです。ボルライダー宿っちゃった。マジ？俺復活？奇跡の復活？終わりましたね。終わりました。もう長かった。お疲れさん。いやだけどマジか。復活したかったね。最後の最後で。まさかの兵士に殺されてエンドか。やるな。いやー長かった。お疲れさん。いやマジで長かった。うん。すごいね。総プレイ時間どんぐらいだろうね。5時間、5時間は行ってないかもしれないけど、本当にね、いや面白かったねこのゲーム。うん、初めてのねゲーム実況アウトラスト選んでよかったと思うわ。うん、めちゃくちゃ大変だったけど、いやこのホラークリアしたからね、もうねどんなホラー来てもねビビりはしないよと、もう証明ですね。はい、いやーマジでよかったねアウトラスト。次のホラーお楽しみにして待っていてください。何をやるかはまだ決めていません。はい。まあ気が向いたらね、またどんどんね、実況やっていきたいと思うのでね、ぜひ、こちらもご視聴いただければと思います。それでは、アウトラッツ実況終わりです。ありがとうございました。